ご乗車ありがとうございます。遅れてすまんの。おっちゃん、3分後の電車乗れるかの。3分後ですか？あー、なんとかします。メトロさん、どうした？3分後の 5345F で車椅子のおっちゃん行けますか？ギリギリだな。オッケー、なんとかするわ。さすがです。僕おっちゃん連れてくんで、降車駅にレラーお願いします。任せとけ。榊原さん、それじゃあ行きますよ。飛ばせ飛ばせ。うわ、やっべ、エレベーター故障中じゃん。こりゃ無理か。タクちゃん、メトロさん、階段で行くぞ。え、あー、はい。せーの、よいしょ。進む。それでは行ってらっしゃいませ。ありがとうね。タクちゃん、俺たちのスピードは超特急さ。どうされました？あ、こんにちは。少しできます。どうしましたか？おっせえな、何ちんたらしてんだよ。あー、すいません、もう少々お待ちください。手話してるってことはその人耳聞こえねえんだろ。そうですよ。でも声は出せるだろ。お客様、声は出せても周りの反応などを気にして出せない方もいるんです。そりゃ悲しいな。悲しいことばかりでよく生きてられるな。は？わかりました。耳が聞こえなくて悲しいこともいっぱいある。でも嬉しかったこともいっぱいある。おう。悲しいことも嬉しいこともたくさんある。あなたもそうでしょ？そうだな。ならどっちも同じでしょ？すいませんでした。なんて？あれおっちゃん、今日遅いっすね。ちょっと寝坊しちゃってさ、次の電車乗れる？あと3分、なんとかします。頼むな。メトロさん、どうした？すぐの音楽行きでいつものおっちゃんお願いしたいんですけど。ギリギリじゃん。すいません。オッケー、なんとかする。降車駅に連絡しとくわ。お願いします。僕ファックス送っときます。よし、行くぞ。タクちゃん、さすが早いっすね。俺お茶もしていくわ。わかりました。僕エレベーター取ってきます。お茶、それでは行きますよ。飛べじ飛べじ。メトロさん、行きますよ。タクちゃん、ナイス。それでは行ってらっしゃいませ。無理言ってごめんよ。お気をつけて。俺たちの連携のスピードは超特急さ。なおっせえな、このノロマ。おい、ぶつかったんだからなんか言えよ。あ、そうだ、お前耳も聞こえねえし喋れねえんだったな。このノロマが邪魔なんだよ、消えろ。あ、お客様大丈夫ですか？おい、ちょっと待てよ。なんだよ。お前は本当に弱い人間だな。どう見たってあいつだろ。お前だよ。は？目見えてんのかよ。はっきり見えてるよ。じゃあなんで？確かに彼はお前よりも欠けたところがあるさ。それでも彼は俺にもお前にもない経験をしてんだよ。そんな自分を乗り越えて、そんな自分を全て愛して彼は生きてんだよ。そんな彼が本当に弱い人間か？謝ってこいよ。ごめんなさい。あいつなんて。おお、ただいま列車3号車付近におきまして、トラックが列車と衝突した影響で緊急停車しております。いってー、マジかよ。大丈夫なの？ただいまからドアコックを操作して扉が開きますのでご注意ください。え、ご乗車のお客様は支え合ってゆっくりと線路へ降りてください。よいしょ。ゴロゴロして歩きにくい。それでは私が先頭になって進みます。真っ暗だ、怖っ。もうすぐ駅に着きます。皆さん頑張ってください。近くの方と支え合って進んでください。皆様のご協力が必要です。おじいちゃん大丈夫ですか？もう少しです。頑張りましょう。ありがとうな。皆様お疲れ様です。駅で着きました。あー、よかった。途中助け合ってくださってありがとうございました。いえいえ、普通って当たり前じゃないんですね。こうやって今初めて気づきました。皆様が無事で何よりです。本日人身事故の影響でダイヤが大幅に乱れております。16時10分発三鷹行きは2番線から5番線に変更となります。お客様、三鷹行きは5番線ですよ。はい、
三鷹行きの場所を戻す。わかりました。あいつら調子乗ってんな。一回ボコった方がいいんじゃね。かもな。飲みまーす。あ、大丈夫か。頭から血が出てるぞ。どうしたんですか。そこに全てこけたんすよ。すぐに救急車を。わかりました。あんたたちが転ばせたんじゃないの。は？さっきもボコってやるとか言ってたわよね。それは違え話だよ。どういうことですか。自分たちでやっといて知らばっくれるのね。俺たちは何もやってねえよ。力の弱い子供をこんな目に遭わせて物事の善悪もつかなくなったらおしまいよ。この社会不適合者め。だから違うんだって。詳しいことは事務室で聞きますね。なんでだよ。おいむらてめえ。今防犯カメラ見てきました。やっぱり彼らが思った通りね。いえ、犯人はあなたです。あなたはホームに飲みかけのお茶を捨てましたよね。それに足を滑らせてこの子はこけてしまったんです。お前かよ。ふざけやがって。橋爪さん、事務室へ。ちょっと駅員さん。はい、どうされました。今 IC カード使おうと思ったら入れなかったので見てもらっていいですか。かしこまりました。 IC カードってすぐエラーになるから使えないですよね。今 IC カードの状態を確認したら南阿佐ヶ谷入場になってました。南阿佐ヶ谷。あ、おととい南阿佐ヶ谷から新宿まで行ったんですよ。ですと出るときに新宿でうまく出れてなかったみたいですね。じゃあ今日使えないですか。こちら使えるように処理しておきますが、南阿佐ヶ谷から新宿の区間が東京メトロのエリアになりますので、また東京に行った際に東京メトロの駅員さんに処理していただけるように、こちらの IC カード連絡表というものを向こうの駅員さんに渡してください。ありがとうございます。ちょっと駅員さん。はい、どうされました。これ豊橋駅の駅員さんが渡してくれって。豊橋駅から。あ、はい、かしこまりました。それでは精算させていただきます。鉄道ってつながってるんですね。すいません、開けてください。すいません、開けてください。あの、うるさいわね。そこにいたらいいじゃないの。黙ってるのよ。あー、すいません。車椅子になってから悲しいことばっかだよ。おいくらてめえ。あなた方は自分のことしか考えてないんですか。何がだ。足元に分かりやすく車椅子のマークがありますよね。あれ、いい大人なんですから、もっと優しくなってください。一人一人が相手にとって今必要なことをしてあげられるような人になってください。はい。お客様。え、あちらを見てください。ちょっと誰か押して。いや、ダンサきっちりな。あの人も車椅子で生活されてますが、いつも前を向いてますよ。はあ。ダイビングに行ったり、一人で世界を旅したりしてます。世界では日本以上にバリアフリーが発展してる国もあるんです。健常者と一緒に扱ってくれると、あの方も喜んでいました。そうなんですね。お、お兄ちゃん、こっち来なよ。はい。笑顔。よし。お客様、こっち来てもらっていいですか。もう何やってんだよ。お客さん、エラーになってるんで通らないですよ。あ、申し訳ございません。ご乗車ありがとうございます。ありがとうございます。ん？お客様、ちょっとお待ちください。はい。もう一度定期券見せてもらってもよろしいですか。あ、はい。あー、お客様今冬休みですか。そうですよ。あの、お客様の定期が先週で切れちゃってるんですよ。え、あ、本当だ。これは不正乗車になります。え、ちょっと待ってくださいよ。冬休みが楽しめなくなるほどの罰金払ってもらいますよ。ごめんなさい、気づかなかったんです。許してくださいよ。冗談ですよ。今回は特別に許しますが、次からはしっかり確認してくださいね。あー、ありがとうございます。あ、じゃあ帰りも OK ですか。それを払え。ご乗車ありがとうございます。あれ、やべ、え、紐抜けない。やば、どうされましたか。靴紐が吸い込まれて抜けないんですけど。業者の方を呼ぶので一旦靴を脱いでこちらまで来てください。あ、はい。怪我はないですか。あ、だ、大丈夫です。他のお客様は大丈夫ですか。あ、大丈夫そうっすね。早く靴取ってくださいよ。お客様、
靴紐がほどけてるのに気づかなかったんですか？あ、ちょっとゲームしてたんで。ゲームはあなたの命や周りの方の命より大切ですか？そんな大げさな。大げさなことないですよ。エスカレーターが緊急停止して上にいる人が転げ落ちたらどうなると思いますか？下にいる人たちも何十人もの人がのしかかってきたらどうなると思いますか？ゲームはいつだってできますよね。はい。手元より足元を周りをもっと見てください。すいませんでした。ご乗車ありがとうございます。何やってんだ、人身だ、早く行くぞ。あ、はい。あら、派手にいってるな。おい、吐くなよ。わかりました。じゃあお前は細かいの頼むな、俺は他のやっとくから。わかりました。はい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 。あ、無理無理無理。おい、まだやってんのかよ、こっち終わったぞ。先輩、ちょっと無理そうです。いいか、この仕事を俺たちがやらないといつまで経っても電車が出せないだろ。何よりもたくさんのお客様が待ってるんだ。辛いだろうけど一緒に頑張ろう。はい、わかりました。ちなみにちゃんと手当もつくからな。あ、そうなんですね。手当もらったら焼肉行こうぜ。いや無理です。俺って何が楽しくて生きてるんだろう。ん？いっそのことここで死んじゃえば楽になるのかな。お客様、何やってるんですか？止めないでください。僕はもう生きる意味がないんです。何を言ってるんですか？駅員さんに何がわかるんですか？僕の辛さも悲しみもわかんないくせに。確かに知らないですよ。ただお客様が死んでしまって一番辛いのはあなたの家族や友人ですよ。家族も友達も何も思いませんよ。お客様いいですか？ここで飛び込んで亡くなった場合、鉄道会社から損害賠償請求が1億5000万、あなたの家族に請求されます。多くの方は払えずに海外に逃げてひっそりと暮らす方もいらっしゃるんです。あなたの家族がそんな目にあってもいいんですか？そんな。何か苦しんでいるなら打ち明けてください。ありがとうございます。なんか楽になりました。よかったです。それじゃあ1億5000万円浮いたのでアイドルの握手会でも行ってきます。切り替え早いな。よし、じゃあ車内巡回してくるか。ご乗車ありがとうございます。お疲れ様でーす。え、車掌さん何ですかそれ。チョコレートですよ。さすが、モテモテじゃないですか。違いますよ、全部車内の忘れ物ですよ。こんなにあるんですか。チョコをもらって忘れる男なんて最低ですね。本当ですよ、こっちなんて欲しくてももらえないんですから。この際忘れ物のチョコ全部食べちゃいます。確かに早く食べないと溶けちゃいますもんね。うっふん。あ、駅長、あ、これは違うんです。俺ももらっていいか。え、チョコレート。ちょこっとだけですよ。お疲れ様です。お、お疲れ様。さっきの帰宅ラッシュエグかったですね。悪い、俺休憩中だったわ。せこいですわ。てか桐谷さんにホワイトでお返しした。あ、やばい、忘れてました。俺マシュマロにしようと思ってるんだけど。え、マシュマロはあなたが嫌いですっていう意味あるらしいですよ。マジで？じゃあ安定のクッキーか。友達のままでって意味です。そうなの？じゃあもうハンカチとか。別れって意味です。最悪じゃん。じゃあもういっそのこと指輪とか。いや重いですよ、永遠って意味ですから。そうなんね。あ、榊原純也。どうした？あのホワイトデーのお菓子って何がいいと思います？おはぎだろ。渋ー。みんな卒業おめでとう。この先もいくつかの壁にぶち当たることが必ずあると思う。みんななんで泣いてんだよ。越えられない壁にぶつかったとき、またここに戻ってきてください。先生はいつでも待ってますから。誰が戻るかよ、早く終わらせてくれ。それじゃあ最後のホームルームを終わります。よし、終わった、4時電で帰れるぞ。ちょっと待った。おい学級長、勘弁してくれよ。くっそ、ギリギリじゃねえかよ。乗りまーす。まったく、駆け込み常習犯が来たよ。ありがとうございます。あれ、今日卒業式か。はい。迷惑な客だったけど、いなくなると寂しくなるな。お世話になりました。4月からはどこに？信州大です。またここじゃねえか。高校生活楽しかったな、これで本当に最後か。まもなく調子口でございます。車掌さん、この駅今日で終わっちゃうんですか？はい、そうなんです。通学で利用してくれてありがとうございました。僕も今日で卒業だったので一緒に卒業ですね。あ、ちなみに僕も今日で車掌卒業なんです。そうなんですか？僕らもこの駅も今日が最後ですね。大雪の中でも必ずこの駅に来たら電車が迎えに来てくれて、おかげで卒業できました。たくさん遅刻させちゃってごめんね。大丈夫ですよ、
遅延証いっぱいもらったんで。今までお疲れ様。え、母ちゃん、あんたも車掌さんもこの駅もみんなお疲れ様だね。ありがとう。ありがとうございます。じゃああんたは車掌さんと交代だね。え、交代？春からここの車掌になります。任せたよ。先輩とカラオケ来るの初めてっすね。そうだな、今日は朝まで歌っちゃおうぜ。はい、早速曲入れちゃいますね。あ、ちょっと待って。はい、まずは聞いてください。鈴木社員によるホーム放送。え、まもなく各駅停車和光市行きが到着します。白線より下がりましてお待ちください。おー、めっちゃ響いてますね。だろう。次は千代田線行くぜ。え、この電車は JR 常磐線阿鼻子行きです。次は綾瀬です。何これ、もしかしてずっとこれ聞かされるの。な、どうだった？めっちゃいい感じです。もう終わったよな。じゃあ次有楽町線行きます。まだやんのかい、いつも仕事でやってんだろ。次は豊洲です。豊洲の次は都営新宿線、都営大江戸線はお乗り換えです。帰りたい。すいません、駅員さん。はい、どうされました？さっきの新幹線でトイレに入っとったら降りそこ寝て待って。そっか、本当はどこで降りるはずだったの？メドロ駅です。なるほど、それじゃあ次の電車で折り返そっか。ちょっと待っててね。はい、こちら宅蘭駅、メトロ駅取れますか？はい、こちらメトロ駅です。今こちらに乗り越してきたお客様いらっしゃいまして、五条の案内をお願いします。はい、承知しました。 632A 折り返しですか？はい、小玉 632A 五条にて変でお願いします。承知しました。至急メトロ駅へ返してあげてください。宅蘭駅観光後お返しいたします。いやいや、宅蘭駅は何もないのでやめてください。はい、うるさいです、失礼します。喧嘩ですか？いやちょっと変な人でね。へっ、くそ。制限よし、蒲郡停車よし。かっこいいなおじいちゃん。停止位置よし、時刻オーライ。先輩お疲れ様でした。引き継ぎ事項ありますか？異常なし、よろしくね。はい、おじいちゃんお疲れ様。おお、ゆうと乗ってたのか。もう運転しないんだもんね。そうだな。なんでこんなに運転上手なのに。ゆうと、すべてはな、安全のためだ。じいちゃんもまだまだ元気でやってたい。でもな、年齢には逆らえん。そうなんだ。俺、運転士になる。じいちゃんみたいにかっこいい運転士に。たく、今日は最高の日だ。じゃあそろそろ休憩終わりなんで行ってきます。おお、行ってらっしゃい。あれ、マスクどっちっすか？あれ、こっちじゃないか。いや、メトロさん奥置いてましたよね。いやー、俺手前だったと思うな。え、奥じゃなかったですか？いや、だって後から置いたよ。ちょっと分かんなくなったじゃないですか。この際どっちでも一緒。嫌ですよ。いいじゃん。もう行かないとなんで、こっちつけてきますね。オッケー。え、どうした？具合でも悪い。ニンニク臭。俺のだ。あ、すいません、駅員さん。はい、どうされました？日ハムのエースピッチャー、鈴木優斗選手ですよね。あ、はい。大ファンです。応援してます。ありがとうございます。あれ、今日は巨人との試合じゃないんですか？そうです。でも東京ドームの行き方わかんなくて。え、野球選手って電車移動なんですか？あ、僕だけです。電車好きなんで。そうなんですね。ではすぐ案内しますね。東京ドームですと水道橋駅ですね。おお、どう行けば？山手線内回りで秋葉原まで行っていただいて、そのまま中央線で一本です。え、日本語話してください。話してますよ。説明が難しいですかね。はい、野球しかやってこなかったので。では大谷のスライダー回りで秋葉原経由して山本のストレートで中央です。ああ、そういうことですか。わかりやすい。行ってきます。本当に？ちょっと駅員さん。はい、どうされました？今改札に切符通したんだけどよ、ここにみんな通すわけでしょ？そうですね。汚ねえだろ。え？みんながベタベタ触った切符が通る道なんだろ？まあそうですね。ちゃんとアルコール除菌とかされて切符が出てくるのか？いや、そのまんま出てきますね。このご時世にどうかと思うぞ。あー、はい、俺が提案してやるわ。どこにも触らずに電車に乗れる切符、カードとかをかざすだけで電車乗れるとかな。これあったらボロ儲けだぞ。俺は売り上げの 10% だけでいいからさ。どう？みんなそれ使ってますよ。もうあるの？おっと、思ったより早く着いちゃったな。まもなく4番線各駅停車三鷹行きが到着いたします。え、三鷹駅4番線、ここ5番線だよな。まもなく到着します。黄色い線の内側に下がってお待ちください。階段降りていったら絶対に間に合わない。どうする？考えろ。ん？うわー、俺は走り幅跳びの選手だ。いける。お客様、いけ。うわー、いけた、いけた。ちょっとお客様、
すごすぎますって。このホームを飛び越えちゃうなんて。世界記録取れちゃいますかね。いけますよ。幅跳びの選手なんですか。はい、一応。サインもらってもいいですか。もちろんです。じゃ、また。いや、事務室までお願いします。ん？お客様、すいません。何？近いんだけど。あー、すいません。こちらの座席が優先席となっておりまして。だから何？妊婦さんに譲っていただけませんか？は？てかさ、座りたいなら自分で行ってくるっしょ。何にも言われてないんですけど。おいごらてめえ。え？てめえが周りからどう映ってるか考えたことあるか？そんな頭したやつに気安く話しかけられねえのが普通だぞ。あ、妊婦さんの気持ちまで理解しろとは言わない。でも少し寄り添ってみたらどうだ。妊婦さんの気持ちとってもわかります。私も子供3人いるので。いるんかい。やばいやばいやばい。うわっ、で、どこ見てんだ。そうか、すいません。まもなく最終列車発車しますよ。うわあ。はい、のぞみが発車します。ゆうとの嘘つき。ちょっとお兄さん、切符はホームでずっと彼女が待ってるんです。ん、今日だけ特別ですよ。ありがとうございます。きっと君は来ない。一人きり。バカ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 。ゴミ取ろ。五十嵐どこいんだよ。ん、おっとっと。キャー、お客様、非常。いったー。お客様大丈夫ですか。今すべての電車を止めましたので安心してください。あの酔っ払いマジ殺す。何があった。酔っ払いが女性にぶつかったんです。まったく。おいお前。はい。自分が何やったか分かってるか。もし電車が来てたらどうなったと思います。忘年会でお酒飲みすぎちゃって許してください。酔ってたら何でも許されると思うなよ。酔ったあなたもあなた自身ですよ。あ、はい。今日あったことは一生忘れるなよ。忘れません。これお金いくら取れる。げっ、あけぽよー。遅延症ですか。元旦から遅れてんの。はい、申し訳ございません。あれ、いつもの駅員さんは。あ、あいつは今日休みなんですよ。そうなんだ。お兄さんかわいそう。元旦から仕事なんて最悪ですよ。あの野郎どうせ朝まで酒飲んで俺の悪口言ってんだろうな。そんな人なんだ。そうだよ。優しい顔してひどいこと平気で言うタイプよ。へえ。じゃあ豊川稲荷行ってくるね。行ってらっしゃい。あれ、おお、いつもの。何を祈りしてたの。まあどうしようもない先輩の健康と幸せ。へえ。あいつ全然分かってねえじゃん。あいつ、駅員さん。どうしました。ママがいなくなっちゃった。もう大丈夫だよ。お名前は。ソウスケ。ソウスケくん、駅員さんに任して。うん。豊洲駅より迷子のお知らせです。え、ソウスケ。黄色い帽子をかぶった男の子、名前はソウスケくんです。よかった、駅員さんのとこ行ったんだね。西改札にてお母さんを待っています。西改札ってどこだろう。お母さんどうかしましたか。あ、西改札に行きたいんですけど。僕もちょうど行くとこだったので一緒に行きましょう。助かりました。ママ、ソウスケ、よかった。ご乗車ありがとうございます。ん、なんか怪しい動きしてたな。しめしめ、このままトイレに隠れてたらバレないだろう。切符をお持ちでない方いませんでしょうか。ん、トイレは使用中と。お客様大丈夫でしょうか。クソしてんだろ、クソが。あ、失礼しました。何かあったのかと思いまして。何もねえよ、さっさとどっか行け。わかりました。よしてるか。おいごらてめえ。う、あなたの乗った駅から怪しい奴がいると連絡が来ましたよ。そんな。不正乗車として事務室までお願いします。クソが。間違えちゃったよ。どうしたの。俺の駅を間違えちゃったの。僕と一緒だ。そうなの。名前は清。僕はソウスケ、よろしくね。うん。あれ、僕たち何やってんの。立川に行く電車を待ってるの。立川、もう行く電車ないよ。え、困ったな。うえー、この電車は青梅で車庫行きだし、伸ばすわけにもいかないしな。もう帰れないの。嫌だよ。やるしかないか。司令官取れますか。はい、こちら司令。この電車行き先を立川までにはできないですか。そんなの無理だよ。どうしたんだよ。困ってる子供たちがいるんです。天候も荒れてきて、このままにするのは危ないです。こうなったらお前は何言っても聞かねえからな。メトロさん、上には黙っとく。立川まで送ってやれ。ありがとうございます。たく、よし、二人とも乗って。うん、ママ、ママ、ソウスケ、キヨシ。え、誰。僕たちは友達だ。
ボーリングでも行く？いいね、行こうぜ。お、どうした？誰か財布忘れてんじゃん。駅に届けようぜ。そうだな。すいません。どうされました？これ電車に落ちてました。ご協力ありがとうございました。お金取ってたわよ。は？何言ってんだよ。お客様どういうことですか？どう見ても人のお金を取りそうな二人組でしょ。その財布から取ったのよ。本当ですか？いや取ってねえよ。俺らが取った証拠あんのかよ。証拠も何もまともな教育を受けてないような顔してるじゃないの。そういうやつはね、盗むのよ。もし取ってたとしたら警察沙汰になりますよ。やってねえよ。本当だよ、信じてくれよ。ほれ見なさい、嘘つくほど慌てふためくのよ。駅員さん、財布落としちゃったよ。あ、もしかしてこれですか？あ、そうそう、君たちが拾ってくれたのか。はい、はい、ありがとうな。少ねえけどこれ持ってけよ。え、見た目によらずいい青年たちだな。ほんじゃまた。シャーシャーシャー。回収で行きました。お疲れ様です。たくあんとペアの日はすごい楽しいからすぐ終わった気がするわ。あの、どうした？彼女に振られた？違います。今日で仕事辞めようと思いまして。え、なんかもう飽きちゃったっていうか。はあ、なんだよそれ、一緒に頑張ってこうって言ったじゃん。もうそういうのだるいんすよ。はっさけんだよ。これからのペアで頑張ろうって言ったのは嘘だったのかよ。そういうのがだるいんすよ。とにかくもう辞めるんで。分かったよ、もうかっぴりしろ。すいません。お前の相棒を辞めちまったな。あんなやつ相棒じゃないですよ。え、仕事が飽きたとかだるいとかあんなやつだと思ってなかったっすよ。お前聞いてないのか、たくあんは病気で辞めたんだぞ。え、喉の病気でな、そのうち声も出なくなるらしい。そんな、お前には言わなかったんだな。先輩、行ってこい。はい。タクワ、ネトロさん、なんで俺に言ってくんなかったんだよ。もう聞いちゃったんすか？病気のこともなんで俺に言わなかったんだよ。このことを知らなかったら喧嘩したまま一緒会わなかったかもしれないんだぞ。言えるわけないじゃないですか。死ぬほど心配されて仕事も一緒に辞めようとか言い出しそうで、メトロさんにはお客様を笑顔にする力があるんですよ。だからいてもらわないと。俺はタクワだってそうだよ。これからも二人でお客様を笑顔にしてこうぜ。でももう僕には諦めるな。今まで二人で何も諦めずに進んできただろう。だから大丈夫、俺がタクワの居場所を作って待ってるから。はい。それではお客様、行ってらっしゃいませ。いつも二人に笑顔をもらってます。俺たちの連携は超特急さ。東京メトロと JR 東海のホーム監視の違い。進入し、1番線ご注意ください。新木場駅の到着です。白線に下がりましてお待ちください。停止位置よし、レピーターよし、白線を下がりください。電車閉まります。側面部よし、04系列車後部よし、進入よし。はい、駆け込み乗車やめてください。はい、ドアクローズ、ドアホームオーライ。はい、駆け込み乗車やめてください。無理な駆け、やめろっつってんだろ。N700S だ、かっこいい。あと1枚だけな。東芝製自動改札機のエラー音。ポーンポーン。日本シグナル製改札機のエラー音。ちょっと駅員さん、どうされました？電車の中サウナじゃねえかよ。サウナ90度ぐらいあるんじゃねえかこれ。そんなことないですよ、暖房で20度に設定してあります。本当かよ、あっちいな。あれ、有名な焼き鳥屋の店長ですよね。はい、有名な焼き鳥屋の店長です。自分で言うんですね。うちの肉のためにも冷房ガンガンにしてくれない？あー、やっぱお肉の鮮度とか大事なんですね。いや、俺の筋肉のためだ。自分の筋肉かい。お店の肉のためだと思いましたよ。あー、熱い熱い熱い、死にそうだよ。まったく、窓全開にしますね。最高！チーズ。中傷ですか？30分のちょうだい。どうぞ。あざぽよー。
胸よ、三択のリセット終わってねえぞ。何やってんだよ。すいません。五択の提供もまだじゃねえか。ああ、すいません。胸を本当に使えねえな。やめちまえ。ひがっちおつぽよ。あ、タコバイちゃん、お疲れ様。何もっとしてんの？提供溜まってるよ。あ、すいません。喜んででしょ。はい、喜んで。もうひがっちでかいから邪魔。キッチン行ってて。はい、喜んで。ギャル強。先輩、どこ行きます？明けで飲むならドンでしょ。ですね。いらっしゃいませ。何名様でしょうか？二人で。お二人様で。二名様いらっしゃいました。じゃあ、生で。僕も同じで。生にいただきました。てか、最近どうなの？最近っすか？最近は、最近はやっぱ、気になるんですけど。ああ、ごめんなさい。注文待ってました。あ、じゃあ、煮込みと串盛りお願いします。煮込み串盛りいただきました。で、最近どうなのよ？最近は、今度は何ですか？一緒に聞こうかなと思いまして。なんでですか？そういうお店じゃないですよね。で、最近どうなの？メトロさんは気になんないんですか？最近どうなの？なんだこいつら。チーズ！チーショーですか？30分のちょうだい。どうぞ。あざぽよー。おつぽよー。たくぽよお疲れー。あれ？先っぽメイク変えた？うん、気づいた？めっちゃ良き。今日は生先っぽと生テクポよ二人で俺を待ち望んでてくさ。えっと、まだ見てただけなのさ。髪メイクでよだれ止まんない。お前ら早く注文しろよ。何ボソボソ言ってんだよ。発注ミスでドンピリの在庫100あるんだよね。ワインも発注ミスで200あるんだよね。全部いけるよな、お前ら。回避不可能でくさ。ちょっと駅員さん。はい、どうされましたか？電車止まってて先っぽのところ行けね。俺たちに記憶を。申し訳ございません。ただいま車両の点検をしておりまして。先っぽ俺が来なくて完全に悲しんでる。先っぽ泣かせるやつ許せ。申し訳ございません。ATM とありかしたパオンなのかな。申し訳ございません。お前ら何言ってんだよ。駅員さん困らせんなよ。生先っぽ氷、愛のレーダーで見つかっちゃった。違う、ドキドキ。お前ら暇なんだから走って行けよ。はい、用意ドン。先っぽへの愛のピストル発射。お姉さん、ありがとうございます。いえいえ、駅員さんも大変ですね。おお、俺に、宅地系どうぞ。チーズ。新商ですか？90分におまけして。どうぞ。リバイバー。おはぽよー。あれ、遅刻か。これ遅延症。90分も遅れてたのか。あ、おまけしてくれたー。いや、正直だな。ちょっとは言い訳しろよ。ああ、眠ー。なんでそんな眠いんだ。寝坊してるんだからみんなより寝てるはずだろ。今日シフト変わったから朝帰りなの。バイトしてるな。いや、してねえし。うちの学校バイト禁止なの知ってるよな。机に向かって勉強してたの。いや、ディスクに向かって DJ してんな。そんなわけねえじゃん。いや、バイトしてるな。してねえし。てか誰？いや、まさきの人生は楽しいの、まさきだよ。名前長。トリマナイトプール行ってくるね。いや、ギャル強。駅員さーん。どうしたんだい？海に行くはずだったのにクラスのみんなに置いてかれたんだ。また寝坊したんじゃないの？6時間だけね。そりゃ無理だわ。また僕は一人なんだ。まったく、仕方ないな。駅員さん。じゃあ今日はスキューバダイビング体験をしてもらいます。先生、ノブノブタがまだ来てません。あれ、そんな子いたっけ？来ました。え？遅れました。いや、まさかのヘリで登場。いや、しかも格好ほぼ国民的人気アニメのあいつじゃん。うわー、スカイダイビングで降りてきたよ。うん。え、なんで駅員さんもいんの？わー、先生やめよっかな。まもなく列車発車します。乗りまーす。ドア閉まります。ご注意ください。あ、まさき、何やってんだこんなとこで。いや、何もしません。うちの学校バイト禁止なの知ってるよな。はい、もちろん。バイトしてんな。いや、知らないです。どう見てもバイトだろ。違います。バイトのまさきくん、交代しよっか。お疲れ様です。特に引き継ぎありません。バイトしてんじゃねえか。いや、してないです。嘘つくな。無断でバイトしてんだろ。バイトしてません。信じてください。絶対してんな。大変人手不足ですので駆け込みバイトお待ちしております。バイトしてんな。まもなくバイトしてません号発車いたします。バイトしてんな。ママの嘘つき。ごめんね、車内販売やってないんだって。お腹空いたよ。新大阪まで我慢して。嫌だよ。僕、え、愛媛一個やるで。いいの？ひこまろさん、去年車内販売なくなったやろ。みたいですよね。てやから乗る前に買うてきたんや。10個。わー、さすがですね。のぞみで東京発車して品川着くまでに完食してまうで。東京品川は5分しかないよ。さすがひこまろさん。いやいや、それは嘘やで。ひこまろさん、これ食べていい？ええよ、開けてみ。うわー、おいしそう。ちゃうちゃう、もう貸してみ。え、うわー、海の宝石箱や。わー、宝石箱や。
あのお客様。はい。車内はお静かにお願いします。すいません。車掌さん。はい。2号車に何かの匂いがするんですけど。匂い？すぐ向かいます。多分あの袋の中です。確かに何か匂いますね。どこかで嗅いだことのあるような。確かに、どこかで嗅いだことのあるような。あー、思い出せない。何でしたっけ？この匂い、大田原牛の最高級ステーキの匂いちゃう？え？わしは食うたことがあるからわかる。100グラム10万のステーキや。もしかして、彦摩呂さん？中身確認してくるで。彦摩呂さん、危ないですよ。これはまさに牛の柔軟体操や。はあ、本当にステーキでよかった。それ僕のです。あ、すんません。邪魔よ邪魔よ。あソスケ大丈夫？うん。あれ、どうしたの？僕のおもちゃがない。え、レアなおもちゃを盗んでやったわ。早速売りに行くわよ。早く逃げるわよ。おい、パズ、そこまでだ。え、おもちゃが喋ってる？俺たちはソースケのおもちゃが盗むなんてよくない。ああ、ウッディの言う通りだ。な、何よ、おもちゃなんてすぐ捨てられておしまいよ。それなら私に売りに出された方がいいでしょ。そんなことない。ソースケは俺たちを手放したりしない。ああ、無限の彼方までな。君の悪いおもちゃね、もういらないわ。ああ、ウッディ、パズ、これからも僕たちは相棒だよ。いやあ、駅員さん。支援証ですか？10分のもらえるかな。では30分におまけしときますね。ありがとう。いやあ、みんな。ウッディとバズ、お前らまた遅刻か。いやあ、バズの羽が壊れて歩いたら遅くなっちまったんだ。おい、ウッディ、私のせいか？君の紐が引っかかって壊れた。どっちでもいいわ。ああ、いや、私はその、ジェシーを眺めたらこんな時間になってしまった。ジェシー、よっぽど可愛かったんだな。ああ、本当はミスターポテトヘッドがバラバラになって組み立ててたんだよ。あいつは本当手のかかるやつだな。ファンタジーすぎてついていけないわ。ああ、本当は無限の体へ、さあ行くぞって聞かせてくれってヤンキーに絡まれてたんだ。やっぱ笑い方気になるな。あ、本当はアンディが俺たちを転売しようとして。嘘つけ。本当はなんで遅れたんだ。ああ、自衛省だ。バイトから出せ。私は東大に入りたいの。無茶言うな。点数が全く足りとらんのだよ。これから頑張るから。無理だって言ってんだろ、考え直せ。はあ、おバカちゃん、東大は無理ですよ。諦めろ。うるさい。俺の親の会社入れてやろっか。バカでも入れてくれるってさ。雑用だけどね。なんなんだよ。おい、これでね。え？阿部寛？どいつもこいつもバカばっかりだな。はぁ？今なんつった？そうやって人を叩くことでしか優越感に浸れねえバカどもや。なんだどこら？舐めてんのかこら？お前らと比べたら無謀なことに挑戦してるタクコヤの方が何百倍もマシだ。え？お前らがなぜバカなのか、それは世の中を知らないからだ。はぁ？このまま国の馬車馬として働きたいか？え？いいか、不満ばかりの人生を送りたくなければ勉強しろ。ああ。バカとブスこそ東大に行け。はい。阿部寛強。車掌さん、車内に事件爆弾があります。え、本当ですか？3号車付近です。助けてください。はい、至急警察の出動をお願います。お待たせしました、公安の覗きです。お疲れ様です。え、もしかしてビーバーの阿部寛さん？そんなことはどうだっていい。次元爆弾はどこにある？あ、網棚の上です。くそ、時間がないな。乗客を全員橋の車両に避難させろ。わかりました。お前たちもできるだけ遠くの車両に逃げるんだ。急げ。あ、乃木、大丈夫か？乃木じゃないです、西川です。あがきつい、そうだ。うわぁ、爆発しなかった。俺が中身を確認してくる。そんな危険すぎますよ。最後の最後に蹴りをつけるのが我々公安ですよ。そんなうわぁ、ハリーポッターの DVD 全8巻だ。超好きだ。ご乗車ありがとうございます。お客様、こちらで拝見しますね。はい。今日は何で来られました？ポケカです。ポケカ？スイカとかじゃなくてですか？はい、ポケカで乗ってきました。ポケカは使えないんですよ。改札でピカチュウをかざしたら、ピッカーってなりましたよ。なるわけないだろ。そんな機能ないんですよ。みんなピッピをかざしてるから、ピッピってなるんですよね。違うわ。たまたまそういう音なんです。じゃあ、ライチュウをかざしたら出れますかね？出れないですよ。進化したらいけるわけじゃないんですよ。困りましたね。お客様、怪しいですね。え？このままだと不正乗車の疑いで数十万円の罰金をいただきますよ。じゃあこれで。こんな紙切れで許されると思ってるんですか？このカードは超貴重なニョロボ、1枚なんと200万以上しますよ。ボケかすご。ええー、どうしようどうしよう。でかせんのカードがないよ。
どこやったの？どれだどれだ？ちょっとあんた。何ですか？あの子のカード盗んだんじゃないの？え？どう見ても怪しい見た目してるわよ。俺はそんな価値のないカード盗むわけねえだろ。価値があったら盗むってことで、一度盗んだやつは何度でもやるのよ。だから俺はやってないんだって。信じてくれよ。じゃあその大量のカードは何なのよ？これはその…犯人確定で警察を呼びましょう。ちょっと待ってください。え？最後までこの人の話を聞いてあげませんか？どうせ聞いたとこで。お兄さん聞かせてください。実はその子カードなくして泣いてたから、俺のカードどれかあげようと思って。みたいですよ。ちょ悪かったわね。いつものことだよ。おい少年、このカードやるよ。ありがとう。ありがとうございます。俺いいやつじゃね。ん？ちょっと駅員さん。はい。ホームのベンチに落書きしてる不良がいるわよ。本当ですか？あんな奴を世に放っておくとろくなことがないわ。すぐ向かいます。ちょっとお客様。あ？今何してたんですか？何って。ベンチに落書きしてたんでしょ。あ？みんなが使う駅を汚す最低な男よ。警察を呼んでちょうだい。いやちょっと待ってくれよ。本当でしたら警察沙汰になりますよ。なんでそうなるんだよ。おいぐらてめえ。先輩？痛みだけで判断しちゃいかんぞ。どういうことですか？話を聞いてやれ。え？ベンチの落書き消してたんだよ。春から新入生も来るし、綺麗な街だって思ってもらいたいだろ。疑ってごめんなさい。悪かったわね。この見た目じゃ無理もないよな。そうよ。ばあちゃんも人のこと言えねえぜ。シュー。じゃ、反対ホームもやってくるわ。僕もやります。おはぽよー。たくぽよ、また遅刻か。朝起きんの無理ぽよ。お前はもう出席率が足りとらん。1年決定だ。うざ、勝手にしろ。親御さんにも言っとくからな。もう1年やり直せ。榊原先生。なんだ。ちゃんと彼女を見てあげてますか？え？たくぽよ、先生は知ってるぞ。は？ご乗車ありがとうございます。今日めっちゃ寒くない？そうだね、昨日より冷えるね。あれうちの生徒だよな。なんで車椅子のおばあちゃんと。ばあば、ちゃんと病院の先生の言うこと聞くんだよ。ぽよちゃんこそ学校の先生の言うこと聞きなさいね。じゃあまた帰り迎えに来るね。ありがとう。そういうことか。誰にも見られていないと思ってもきっと誰かは見ている。それがいいことでも悪いことでも。先生、家族思いでリーダーシップがあって素直で頑張り屋のこの子は十分卒業の資格があるんじゃないんですか。そうだね。卒業おめでとう。あざぽよ。新宿行き、まもなく発車します。ん？ちょっと待ってください。早くて。一旦ドア開けます。ちょっと待ってください。どうしたの？あー、これあげる。ココア下にコズンドルでよく振って飲むんだに。分かっとるよ。どうしたの？あのさ、俺ずっとずっとアマネが好きでした。え？最後にこれだけ言いたくて。アマネも好きだったに。え？また長野帰ってくるで待っとって。本当に？うん、またね。俺もすぐ東京行くわ。青春よし。え、どこ行けばいいの？邪魔なんだよ。あ、すいません。前向いて歩け。すいません、すいません。大丈夫ですか？あ、大丈夫です。どこまで行きますか？10時16分の三鷹まで。三鷹ですかね。あ、そうです、すいません。じゃあ間に合わせますよ。荷物貸してください。あ、はい。おも、どっから来たんですか？長野です。え、僕も長野生まれです。そうなんですか？東京おっかないら。おっかないです。でも結局田舎もんばっかだで安心しな。はい、ありがとうございました。いってらっしゃいませ。おはろー。新章ですか？10分のちょうだい。どうぞ。あざふら。入学式から遅刻だよ。絶対先生おっこ。あれ、あんたらうちの学校？はい、遅れちゃったんです。ウケる。バレずに式場行けないですかね？余裕、ついてきな。はい。皆さん、ご入学おめでとうございます。校長の話長えよ。もう帰ろうぜ。だな。おりゃー。ん？ん？何事だ？チーズ。お前ら何なんだ？新入生のゆめとえにゃりです。よろぽよ。タクポよ、お前の仕業か。みんな逃げるよ。はーい。やる強。わあ、京急だ、かっこいい。いい写真撮れた？うん。やー。え？誰かに痴漢されました。誰ですか？そこの金髪に決まってるじゃない。あ、いかにも悪いことしそうな見た目してるわよ。俺は何もやってないって。触りましたよね。正直に言ってください。だからやってないって。お兄ちゃんたち、こいつを逃がすんじゃないよ。捕まえて罰金を払わせなさい。ちょっと待ってくれよ。一緒に警察に行きましょう。ただで触れると思うなよ。ああ。
お姉ちゃんはやってないよ。え、僕ちょうど電車の写真撮ってたから証拠の写真もあるよ。ん、見せて。はい。お化けだ。怖。すいません、新商ですか？20分のください。では60分におまけしときますね。ありがとうございます。おはようございます。遠坂、なんで遅れたんだ？都会の踏切に切れてます。え、だって車両が10両とかあって長いし、本数が多すぎて踏切がなかなか上がらないんだもん。いや、そうだけど、踏切で止まってて遅れたのか？夏の電車に切れてます。今度はなんだ？だって電車に酔って冷房効きすぎて、外との寒暖差でお腹冷えて痛くなっちゃうんだもん。弱冷房車両使おうな。じゃあお腹痛くて遅れ。新幹線のトイレに切れてます。止まらないな。だって水流すときにシュコってでかい音するから心臓ビクってなって寿命が縮まっちゃうんだもん。わかるな。てかそれで遅れることないだろ。本当はなんで遅れたんだ？はい、遅延症です。最初から出せ。でへ、シュー。何事ですか？買ったばかりのグラスが割れてるのさ。犯人を探し出してちょうだい。いや、それはできないですね。どうしてさ、人のものを割った犯人がこの中にいるのよ。そう言われましても。あんた今割れたわね。自分で割ったんじゃねえの？そんなわけないでしょ。っていうか、あんたが割ったんじゃないの？は？どう見ても人のものを壊しそうな見た目よ。そんなことするわけねえだろ。あら、焦ってるじゃないの。ふざけんな、俺は何もやってねえよ。怖い怖い、手を出してくるわ。一度話を聞かせてください。いや、ちょっと待ってくれよ、おかしいだろ。見た目で判断する人に切れてます。え？は？だってクレヨンしんちゃんの園長先生だって、見た目はめっちゃ怖いけど本当はめちゃくちゃ優しいし、その子も見た目はヤンキーだけど絶対家族思いで仲間を大事にしてるし、そもそもおばさんのこと気にかけてくれたのはその子だけだし、絶対いいやつなんだもん。疑って悪かったわね。すみませんでした。別にいつものことだ。いいやつ。すみません、抽象ですか？20分のください。では40分におまけしときますね。ありがとうございます。おはじゅりー。おんじゅり、今日も遅刻か？あのね、セットした目覚まし時計が鳴らなかったの。なんで喜んでんだよ。そのせいで遅刻したんだぞ。本当はね、水たまりでカルピス作ってたの。どこで何作ってんだよ。本当は川にお魚さんいたから捕まえてきたの。超巨大ウナギ？黄金伝説でしか見たことないわ。本当は帽子が風に飛ばされちゃって。今日風そんな強かったか？藤井の方だよ。藤井風かい。あの人そんな暇じゃないだろ。本当は道を歩いてたら大きいミミズさんが当選もしてきたの。嘘つけ、そんなミミズでかいわけないだろ。こんぐらい。ポケモンじゃねえか。まったく、本当は何で遅れたんだ。はい、遅延症です。最初から出せ。ズレちゃんなんて嫌いだ。宗介くん、うー、宗介くん、宗介くんと仲直りできるかな。お姉ちゃん、え、何度でも勇気を出してアタックだよ。でも大丈夫、本気の気持ちは絶対伝わるよ。うん、宗介くん。何？この前は傘ぶつけちゃってごめんなさい。お兄ちゃん、ん、許してあげる勇気も大切だよ。うん、ズレちゃんいいよ、僕も嫌いなんて言ってごめんね。宗介くん、これからも友達だよ。もちろん。にぃにぃ、どうされました？この人に誓わされました。犯人です、捕まえてください。ふざけるな。待て、俺はやってないのよ。なんで逃げたんですか？やったこと認めたってことですよね。違うのよ、俺は本当に。ネクちゃんの位置おかしくない？こんな見た目の人 100% 犯人でしょ。俺は犯人じゃない、動揺して逃げたのよ。絶対この人怪しい。駅員さん捕まえてください。お客様、事務室まで。私、証拠の動画あるよ。え？見る？いや、帰るんかい。すいません、遅延症ですか？30分のください。あ、ちょっとおまけしてください。仕方ないな、90分におまけしときますね。ありがとうございます。おはようございます。あれ、ナタンとウタンなんで遅れたんだ？寝坊しちゃって。もっと申し訳なさそうに言え。私は途中でおばあさんが困ってるとこ眺めてて。助けてやれよ。あ、本当は物もらいできたんで整骨院行ってました。どこ行ってんだよ、眼科行けよ。本当は工場現場の仮設トイレから山崎ケンティが出てきて急止みしてました。それはしちゃいそうだな。
本当は野生のインドゾウに追いかけられたんです。嘘つけ。あ、本当はゴジラが海からやってきて。嘘つくな。お前ら本当はなんで遅れたんだ。はい、検証です。最初から出せ。てへ、ちょっと待って、乗ります。ドアが閉まります。うわ、閉まっちゃった。さあ、もう諦めんなよ。え、見てて。うん、開けてほしいな。なんだ、ほら二人もやって。すごいやつだな。開けてほしいな、開けてほしいな、開けてほしいな。もう一度ドア開けます。いけたね。やった。でも試練はこっからだよ。だね。失礼します。お前らまた遅刻か。今日は許さんぞ。ごめんなさい。ダメだ、放課後職員室に来い。これで許して。なんだ、許してほしいな、許してほしいな、許してほしいな。うん、許しちゃおちょろ。ねえ、この後ラーメン行こう。あり、餃子もつけよう。もちいた。ん、なんなのあいつ、キモ。盗聴器セット完了。これで女の子の可愛い声や恋バナだって聞けるぞ。てかさ、カラスの鳴き真似できるようになったんだよね。え、マジ聞きたい。さあ、可愛い声を聞かせてくれ。ああ、ああ、ん？え、ジュワル、私もやってみよう。ああ、ああ、え、なんでカラスの声しか聞こえねえんだよ。ああ、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 思ってたのと違う。ちょっとお客様、今聞いてるのは何ですか？これはその、お姉ちゃんにぶつかった時に盗聴器を仕込みまして、僕はしっかり見てましたよ。どうせなら可愛い声を聞きたかった。お姉ちゃんたち、もう大丈夫ですよ。あ、え、ゆう、今日面接なんでしょ。忘れ物ないようにね。分かってるよ、うるさいな。ちゃんと皆さんに挨拶するのよ。分かってるって。じゃあ行ってくる。行ってらっしゃい。お母さんたら心配しすぎなんだって。いってらっしゃいませ。よし、この電車だよね。すいません、駅員さん。どうされました？高田のママ行く電車行っちゃいました。はい、先ほど出発しましたが。どうしよう。どうかされましたか？今日娘が第一志望の会社の面接なんです。でもあの子弁当忘れちゃって、お腹空いて集中できなくなっちゃうんじゃないかと思って。そうなんですね。もう少し早く気づいてあげられたら。お母さん、僕に任せてください。2818F 社長さん取れますか？え、こちら 2818F 社長です。大事な企業の面接に弁当を忘れちゃった子がいるんですけど、高田のババまで届けてもらってもいいですか？任せときな。その子はどこ乗ってんの？ 5020F 乗車中です。じゃあこれが先着だな。高田のババ置いとくよ。お願いします。駅にはこちらで連絡しときます。承知。どうなりました？ご安心ください。必ず弁当は娘さんにお届けしますよ。本当にありがとうございます。いやー、なんか緊張してきた。お客様、ゆうさんですか？え、はい、こちらお忘れ物ですよ。面接頑張ってくださいね。ありがとうございます。はい、それでは履歴書を回収します。嘘でしょ、履歴書がない。ゆうさん、履歴書もらいますね。待って、なんでないの？カバンに入れたはずなのに。ゆうさん、やばいやばい、履歴書忘れたなんて言ったら絶対落とされる。ゆうさん、すいません。こちらは履歴書ですね。はい、お願いします。ただいま。あ、おかえり。お母さん、ありがとう。履歴書、あー、お弁当美味しかったよ。絶対内定決めて、お母さん楽させるために頑張るね。ありがとう。おはようございます。いってらっしゃいませ。ご乗車ありがとうございます。ん、どうかしました？今日この街を出るんだ。そうですか、寂しくなりますね。うん、じゃあ行ってくる。行ってらっしゃいませ。東改札からホームメトロさん。こちらホームです。どうした？今日旅立ちのギャルがいます。盛大にお見送りをお願いします。オッケー、任しとけ。今日旅立ちのあなたへこの曲を発車します。え、花びらのように散りゆく中で、夢みたいに君に出会えた奇跡。愛し合って喧嘩して、いろんな壁二人で乗り越えて、生まれ変わってもあなたのそばで花になろう。
電車来たから行くねー。ギャル強。あれ？キヨ、久しぶり。おい、なんで逃げるんだよ。急に連絡取れなくなって心配してたんだぞ。おい、なんで無視すんだよ。は？ちゃんと話せよ。おい、キヨ、どうしたんだよ。5年前に耳が聞こえなくなったみたいですよ。え？あなたに心配をかけたくなくて連絡もしなかったみたいですよ。嘘ですよね。だって前と何も変わってないんですよ。見た目じゃわからないんです。だからまずは二人で話してきてください。なんて？カフェ行こうぜって言ってますよ。行こうぜ。今日からこのクラスに新しい仲間が増えます。ちゃんと話せや。そうなんだ。おい、マジかよ。バカ、喋りに転校生だ。ちょっとやめとけよ。いいだろ、どうせ聞こえねえんだし。どけ。車両点検の影響で三鷹行きは2番ホームに乗り場を変更いたします。あいつ聞こえねえからずっとあそこにいんじゃね。教えてやるか。あんなやつほっとけ。何やってんだ。手話ってやつだな。気持ち悪い。急ですが安藤さんが転校することになりました。え、まもなく列車発車します。はぁ、仕事疲れたな。まもなく列車発車します。はぁ、仕事疲れたな。邪魔だ、どけどけ、急いでるのよ。非常タッコ。お客様は大丈夫ですか？私は高校の時、普通にみんなと遊びたかった。耳が聞こえなくても普通に遊んでほしかった。え、通訳ぐらいはさせてください。ありがとうございます。でも嬉しい、ありがとう。最後に一言言わせて。何？なんて？もうお母さん起こしてよ。何回も声かけたわよ。聞こえなかった。ご飯冷めないうち食べなさい。大丈夫、もう行くから。じゃあ気をつけて行きなさいよ。ごめん、先行っててすぐ向かうから。じゃあ鈴木、車椅子対応よろしくな。はい。初めての車椅子対応うまくできるかな。このお客様は獅子巻きといって手足が不自由な方だ。サポートを頼むぞ。わかりました。今日から担当になります鈴木です。どうも。それでは早速ホームへご案内しますね。自分で行けるんで。あ、ちょっと待ってください。一応電車に乗るまで付き添うルールなので。勝手にしてください。はあ、大変だな。タケコさん、待ってくださいよ。担当して3ヶ月も経つのにまだ口聞いてくれないよ。お客様。はい。今日はいい天気ですね。ご飯食べてきたんですか？はい。何食べたんですか？誰と食べたんですか？美味しかったんですか？ちょっとほっといてもらえます？え？お兄さんが口数多すぎるってクレーム出しますよ。あ、ごめんなさい。何聞いてるんですか？星野源です。僕も聞いてもいいですか？はい。なんかすごくいい曲ですね。なんか心がピカーンってなりますね。何言ってんすか？他にも聞かせてくださいよ。いいですよ。タクコ、今度一緒にコンサート行かない？星野源ならね。もちろん。やった。邪魔くさいわね。あ、助けて、タクコ。タクコ、まだ目が覚めないの。僕のせいで。もしかして鈴木くん？はい。いつも家であなたの話を楽しそうにしてるわ。前まで泣いてばかりでずっと苦しんでいたんだけど、鈴木くんに会ってから少しずつ明るくなってきてね。お前か、タクコをこんな目に遭わせたのは。すいませんでした。お前のような男が娘に近づくんじゃない。出て行け。鈴木くん。は、タクコ、目を
覚ましたのか。タケコ、私ね、毎日起きて落ち込むの。元の姿を知ってるから受け入れられなくて、本当はあなたの手を握りたい、強く抱きしめたいの。でもそれができないことがどれだけ辛いことか。タケコ、私のために普通の幸せを逃してほしくないの。このまま一緒にいて、いつか少しでも後悔する姿を見たくないの。だからもう駅には行かない。今日で最後にして。そんなことないって、俺がタクを支えていくから。ごめんね、タクコ。最近車椅子の姉ちゃん見なくなったな。そうですね。元気にしてるといいけどな。はい。あ、そうだ鈴木、開けて何もなかったらこれ言ってこいよ。え、星野源のコンサート、急に娘が熱出しちまってな。星野源です。星野源ならね、行ってきます。入場はこちらになります。もしかしたらどこかに。あ、タクコ、やっぱり来てたんだね。当たり前じゃん、俺はやっぱタクコのそばにいたい。まだ何もしてあげられてないけど。うん、私にとってそばにいてくれることが最高の贈り物だよ。よし、お客様、ホームへご案内しますね。はい。